羽生結弦、新たなる舞台に挑戦、RE ・ブレイ、ツアーの幕開け。日本のフィギュアスケート界を代表する羽生結弦さんが、オリンピック2連覇を果たし、サッカーにプロ転向した後、待望の初の単独公演ツアーを開始しました。このツアーは、RE ・ブレイと名付けられ、テーマはテレビゲームの世界。埼玉スーパーアリーナでの埼玉公演が終了し、その感動的な一幕を報道陣に公開しました。 本番の幕開け、RE ブレイツアー。羽生ゆずれさんの RE ブレイツアーは、まさに新たなる舞台に挑戦と言えるものでした。彼は、オリンピックの舞台からブロ転向後初の単独公演を開催し、そのスタートを埼玉スーパーアリーナで迎えました。この公演は、オリンピック2連覇を果たしたフィギュアスケーターの新たな一歩として、多くのファンや報道陣の注目をありました。RE プレイのテーマは、なんとも斬新で面白いものでした。テレビゲームの世界を舞台に、ハブさんは表情で新たな物語を紡ぎ出しました。まるでロールプレイングゲーム、RPG のような進行で、観客はその独自の世界に引き込まれました。物語の節目で表示される選択肢や問いかけは、見た者それぞれの人生に共感を呼び起こすものであり、表情のパフォーマンスだけでなく、 感情の共有がこの公演の特徴の一つでした。ミキコ氏とのコラボレーション。羽生結弦さんの RE ブレイツアーは、日本を代表する演出家ミキコ氏とのコラボレーションによって、さらなる深みを増しました。彼女との連携により、羽生さんの斬新な世界観がステージ上で見事に表現されました。新プログラムでは、筒を氷に打ち付け、打楽器のようなリズムを奏でながら表情を滑る姿が印象的でした。 これはまるで音楽と舞台芸術の融合であり、その独創的な演出は観客を引き込んで話しませんでした。リンク街へ出て競り上がるステージに乗るパフォーマンスも、ミキコ氏の演出によって見事な一体感を生み出しました。物語のクライマックス、アンコールの瞬間。ツアーのクライマックスは、もちろんアンコールの瞬間でした。スコールの中に笑顔を見せるハブさんの姿は、まさに感動の絶頂でした。 彼は表情でのパフォーマンスを終え、観客から湧き上がる歓声と拍手に包まれました。この瞬間、ハブさんの笑顔がスポーツの本質を象徴しているように感じられました。彼の努力と才能が結実し、それを共有することで生まれる歓喜の瞬間は、スポーツが持つ素晴らしい力を再確認させられる瞬間でした。報道陣に公開された4日の模様は、この感動的な瞬間を余すことなく伝えています。 ツアーの未来、佐賀公演、横浜公演への期待。埼玉公演を終え、RE、ブレー、ツアーはまだまだ終わりません。今後は佐賀公演、1月、横浜公演、2月が予定されており、ますます多くのファンが羽生ゆずるさんの新しい舞台に期待しています。佐賀公演では、どのような新たなエピソードが繰り広げられるのか。横浜公演では、どのような驚きが待っているのか。RE、ブレー、 ツアーはまだ見ぬ未来への扉を開けるものとして、フィギュアスケートファンたちに期待と興奮を与えています。波乳ユズレさんの RE ブレイツアーは、フィギュアスケートの新たなる可能性を示すものとして、興奮と感動を呼び起こしました。彼の斬新な演出とミキコ氏とのコラボレーションによって、表情でのパフォーマンスが芸術的な表現となり、観客を引き込んで話しませんでした。佐賀公演、横浜公演を控えた。 RE, ブレイツアーは、未知の世界への冒険のようなものであり、これからも多くのファンたちに感動と興奮を届けてくれることでしょう。